その日の朝、搭乗割を見る。そこに名前があったら覚悟を決める。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢はモーニングルーティンって言葉知っているか？もちろんだ。それについて聞きたいことある。なんだ？あれって美味しくないよな？美味しい？朝カレーのルーをティンに溶かしてもな。なぬ？なぬなぬ？モーニングルーティンってのは、朝、決まってやることを言うんだぞ。なぬなぬなぬ？で、霊夢は朝起きて何してるんだ？そもそも一日、何してるんだ？いい質問だ。今日はぜひ、知ってほしい、第二次世界大戦のある方たちの一日を解説するぞ。恒例の第二次世界大戦の一日シリーズだな。恒例って、今回、初めてだぞ。そのセリフ、コピペじゃないか？でへ。今回、取り上げるのは、神風特攻隊員の方たちが特攻する日の一日だ。身を挺して国を守ってくれた方たちだな。その一日は、今、こうして平和なモーニングルーティーンを日本人が過ごせていることにもつながるんだぞ。襟を正して聞かなきゃだな。特攻隊員が飛び立つ日のこと。神風特攻隊のこと。たっぷり解説していくからな。当時の資料を紐解きながら、なるだけしっかりと紹介していくぞ。しっかりと受け止めるよう頑張るぞ。ということで、ゆっくりしていってね。志願した特攻隊員の出撃の日が決まるのは、多くが、その前日だった。前日か。明日の出撃を予定される隊員が呼び出されて言い渡される。明日が最後の日と分かった隊員は何をするんだ？家族や恩師、友人への遺書を書き、検閲され郵便で送られたそうだ。遺書か辛いな。前夜に歓送会で酒を飲んだ部隊もあったという。歓送会といっても、物資がなくなってきた1945年7月になると酒もなくなり、みんなで軍歌を歌うだけになったそうだ。軍歌を歌うだけの歓送会か。家族が近所にいれば外泊が許可されたらしい。家族も辛いな。前日に、いきなり衣装書いて用意せよと言われても、戸惑った隊員も多かったらしい。さあ、衣装書けと言われても、いざ明日、死ぬ時の心境なんて、すぐには言葉に出てこないし、実感が湧かなかったそうだ。明日、死ぬことになる。さあ、衣装書け。スラスラなんて書けないよな。必死で言葉を紡ぎ、衣装書き終えた後は、特攻隊員同士で、語り合うこともあったという。何の話をするんだろう。ある隊員は、俺は空母をやるぞ。お前は戦艦をやれ、あれは硬くて跳ね返されるぞ。だから艦橋を狙うんだ。当たった瞬間は痛いだろうな。どこまで意識があるんだろうなどといろいろ話をしながら、少しうとうととしたらもう朝になっていたと、証言している。そもそも、なんで特攻隊の攻撃が始まったんだ？創始者の一人が大西滝次郎中将だ。だが、体当たり攻撃というその着想は上栄一郎少将の研究が元となった。研究でとどまらなかったのか？研究が現実のものとなったきっかけは1943年6月5日。戦死した山本五十六連合艦隊司令長官の葬儀に上栄一郎が参列したことだった。お葬式への参列がなんで、きっかけになるんだ？山本とはもともと懇意だった上は、その葬儀で、山本と航空機体あたりを検討したことを回想した。それから半月後の6月22日、上はこれまでの研究の成果として、自らを指揮官とする特殊攻撃隊の構想をまとめた。山本五十六元帥の無念を晴らしたいという思いもあったんだろうな。それから1週間後、その特殊航空隊の構想を当時、海軍航空本部総務部長だった大西中将に説明した。大西中将は OK したってことか？いや、この時、大西中将は、了解したがまだその時期ではない、と返答し賛同を示さなかった。最初は反対だったんだな。しかし、ニュージョージア島の戦いが勃発し戦局が悪化する中、上少将は特殊航空隊の緊急必要を痛感する。さらに、1944年昭和19年6月下旬、日本海軍はマリアナ沖海戦に大敗。上は大西に対して再び特攻隊の編成を電報で意見具申した。厳しい決断だ。このタイミングで大西は第一航空艦隊司令長官となっていた。そして、大西は言った。普通の戦法では間に合わない。心を鬼にする必要がある。必死必中の体当たり戦法しか国を救う方法はないと結論した。過酷な決断だな。大西は、軍需局の要職にいたため、日本の重油ガソリンが半年も持たず全ての機能が停止することを知っていた。一刻も早く、戦争を終わらせ、講和を結ばなければならないと考えていた。そのために、一撃、
体当たり戦法を採用し、フィリピンの戦いであるレイテで反撃。73の条件で講和を結んで満州事変の頃まで大日本帝国を巻き戻したいと考えていた。大西はその決意をこう語った。フィリピンを最後の戦場とする。この犠牲が日本を再興するだろう。苦渋の決断ということか。大西によって神風特別攻撃隊の編成、隊員の扱いは次の通りに定められた。爆走隊当たり攻撃隊と援護並びに戦火確認に任ずる2つの隊で構成。爆走隊当たり攻撃隊派爆戦3、4機、援護部隊は戦闘機、艦上偵察機に3機とする。神風特攻隊の当初の目標は、敵空母の使用不能だった。後に目標を敵主要艦船に広げて1945年1月下旬には全ての敵艦船が目標になった。ともかく敵の艦船に突撃しろということか。神風特攻隊には当初、250キロ爆弾を搭載。その後は搭載ギリギリの重量500キロの爆弾を積んで飛び立った。搭載量ギリギリ。ここからは特攻隊員だった方が戦後に語った、特攻の前日、隊員たちが呼び出された時の話だ。呼び出した飛行長は、よく来てくれた、と部屋に迎えてくれ、重兵が皿に乗せたぼた餅を運んでくれました。それを食べ終わるか食べ終わらないかの時に、飛行長から、明朝黎明発進を告げられました。ドキンとしてぼた餅が喉に詰まりそうになりました。まだ口がもぐもぐ動いているのに。そして、割り切れない思いを胸に、宿舎に用意されたわら半紙に、鉛筆で遺書を書きました。両親、兄弟、親戚、恩師、脳裏に浮かぶ人はたくさんいましたが、感謝の思いを言葉にしようにも、なかなか思うに任せません。ようやく記した遺書と髪の毛と爪の入った小さな紙の包みを残る兵士に託しました。そして、特攻当日に搭乗割が貼り出されました。前日、出撃が告げられても搭乗割に名前がないこともあったそうだ。そもそも特攻隊員はどうやって決められたんだ？特攻隊員の選抜については、大西が軍令部に航空特攻の開始を進言した際に、曹長の及川より、あくまでも本人の自由意志に基づいてやってください。決して命令はしてくださるな、と念を押されていた。そのため、原則は本人の志願に基づくものとされていたとする意見もある。だが、一方で、最初の神風特攻隊敷島隊の指揮官となった関の志願は命令に近い打診だったとも言われ、初めから志願者のみという原則は徹底されていなかったとする意見もある。志願といっても、断れない志願もあるだろうし、本当の志願もあっただろうし。胸の内はわからない。みんながやるなら、自分もやらねばの思いもあるだろうしな。志願にあたっては、親一人、子一人の者、長男、妻子のある者、を除外することとしていたが、これも徹底はされていなかったそうだ。実は、終戦後、米国戦略爆撃調査団は特攻に対して、志願制だったかについて、元特攻隊員に詳細な調査を行っている。どんな答えだったんだ？兵学校出身の現役士官は、すべて志願であった、と答えた。内地で募集した際もほとんど全員が熱望し、中には夜中に学生から何度も起こされて自分を第一番にしてもらいたいと言われたこともある。また一人息子だから対象者から外したら、母親から息子を特攻隊員にしてほしいとの嘆願書が来たこともあった、と答えている。本当か？多数の特攻隊指揮官から隊員の生存者まで尋問した米国戦略爆撃調査団の出した結論は、入手した大量の証拠や口述書によって大多数の日本軍のパイロットが自殺航空任務に進んで志願したことは極めて明らかである、と原則志願制であったことを認めている。本当か？一方で、戦争末期での制度は志願制としながらも半ば強制的であったとも言われている。このことは、ワシントンタイムズ紙で元特攻隊員を亡き氏が証言している。彼は神風を拒否した人たちが、最も危険な前線に送られて死んだと答え、さらにもし、あなたが拒否すれば軍があなたの家族にそのことを告げに行き、あなたの村にもそのことを伝え、あなたの愛する人は恥の中で生きねばならなかったと答えている。つまり、苦渋の選択を迫られ特攻作戦に従事した隊員が少なからずいた、ということだ。苦渋の選択というには重すぎる。これもある隊員の方が戦後、語った、志願を申し出る時の話だ。搭乗員が集められ、上官がこう語り出したという。諸君は空の新兵、である。ただいまより特別攻撃隊員を募集する。我と思わん者は一歩前へ出よ。滑走路に整列した搭乗員たちは皆、顔は前を向いたまま、
目だけをキョロキョロさせて、周囲の様子を伺っていた。そして数秒、沈黙に耐えかねた誰かが前に出ると、それにつられて全員が、ゾロゾロと重い一歩を踏み出した。我とは思わんもの、前へ出よ。と言われて、みんなが前に出る中、志願しないのは難しそうだ。一方、現場で戦う隊員の中では、早く特攻を認めて、この戦況を打破すべきだと考え、特攻することに前向きだった者もいたという証言もある。志願して特攻隊員となったら、その後、どうなるんだ？志願してからは激しい訓練と内省会で死ぬことに意義を見つけるまで精神を鍛え上げられたそうだ。特攻隊員は大酒を飲むのは禁じられたが、食べ物は、特別配給で潤沢だったそうだ。ただし、外出は自由にはできなかった。そして、その飛行訓練も厳しいものだった。夜間、沖合の小さな島を敵艦とみなして編隊で飛んでいき、照明弾を落とし、はっきりと見えた島に向かって突入する。と、いった厳しい訓練が行われたそうだ。前日、出撃が決まったとしても、敵艦隊発見の報告を受けて出撃となるため、搭乗割が決まるのは当日のことが多かった。そして、出撃直前にも別れの杯を交わす。ついにか、飛び立つ前は、様々な思いが交錯した隊員も、いざ飛び立つと、やってやるぞ敵艦隊に確実に体当たりするぞ。という気持ちになったという証言もある。海軍の特攻隊は、索敵攻撃、つまり敵艦隊を探しながら飛行し、見つけたら突入するという方法を取ることが多かった。予定海面に敵艦が発見できなければ帰艦することが許されているから、何度も出撃を繰り返しながら生還した人は珍しくない。最初の特攻隊員となった関幸雄中佐も特攻を果たしたのは4度目の出撃でのことだった。特攻する敵を探しながら飛行するのか。目標の位置については数時間前の索敵機の情報が元になるので、予定地点についても敵艦隊はすでに移動しており、姿が見えないことが多かった。発見できなかった場合は、指揮官機が爆弾を投機。前機に引き返す合図する。とはいえ、引き返すとなると、次の出撃のために飛行機を無事に戻さないといけない。機銃を下ろして機銃弾も積まずに出撃することもあったため、途中で敵戦闘機に襲われないかという、雪とはまた違った恐怖心が湧いたそうだ。元特攻隊員の証言によると無事、着陸すると、今日は生き延びたという安堵感や喜びの気持ちが広がったが、それもつかの間、また次の出撃が待っている。その繰り返しで、その度に寿命が縮む思いがした二度、三度と特攻出撃を繰り返し、自分の隣の索敵船を飛んだ仲間が敵艦と遭遇して突入した情報を聞いたりするうち、だんだん、戦友がみんな死んでるのに自分が生きていいのか？そう思うようになったそうだ。言葉でないぞ。出撃前の別杯も、最初はおみきだったのが、次は水さかずき、後になったらそんなこともしなくなった。見送る方の感覚も麻痺していくこともあったそうだ。上空で編隊を組むと、互いにて信号で確認し合って、機内からワイヤーで繋がっている爆弾の安全線を左手で抜いた。新艦に直結する発火装置の風車が回り出し、ゼロ線の腹に抱いている爆弾は即発状態になる。フィリピンでの特攻で、爆薬が不発だったことがあり、離陸して安全ピンが外れているか？お互いに確認し合うようになっていたそうだ。そんな壮絶な状況、想像すらできないぞ。そして、特攻隊員は敵の空母、戦艦を発見すると、訓練通りの行動を保って突撃した。命を賭して国を守っていただいたんだ。特攻隊はアメリカ軍に衝撃を与えた。昭和19年10月26日。最初の特別攻撃隊四季島隊は、アメリカ機動部隊に特攻。空母と巡洋艦を1隻ずつ沈没、空母1隻大破という著しい戦果を挙げた。その後も、体当たり攻撃はアメリカを中心とした連合軍を苦しめた。この特攻隊の攻撃が、連合軍が本土決戦を避けたいという思いにつながったと言われている。まさに、日本を守った特攻だったんだな。もしもアメリカが本土上陸し、ソ連、中国も日本に攻めてきたとしたら、日本は分割統治されていたかもしれない。分割統治？第二次世界大戦終了後の日本本土を連合国が分割統治しようとした計画案があった。ソビエト連邦は、北方四島と北海道占領計画を持っており、またアメリカ合衆国もイギリス、ソ連、中華民国の連合国での分割統治する案を検討した。結果としては、日本占領は分割占領でなく連合国軍最高司令官総司令部による日本国政府を介した間接統治となった。
分割統治されていたら、それぞれ違う国として独立していた可能性だってある。日本の未来が守られた。元特攻隊員だった方はこう言っている。私たちの時代は国家、地域、家が大切という考え方が基盤だった。純粋な気持ちで特攻が行われ、その犠牲に対する敬虔な気持ちを忘れてはいけない。我々は英雄でも、かわいそうな犠牲者でもない。ただ自分の生きた時代を懸命に生きただけ。どうか特攻隊員を憐憫の目で見ないでほしい。特別攻撃隊を創設した大西中将も、死を命じるのが命令の域を超えているのは分かっていたと、戦後、海軍士官が語っている。特攻は、敵に本土上陸を許せば、未来永劫日本は滅びる。特攻は、フィリピンを最後の戦場にし、天皇陛下に戦争終結のご聖断を仰ぎ、講和を結ぶための最後の手段であると、信じていた。彼は終戦と同時に、特攻隊の英霊に申す、で始まる遺書を残して自殺。構想した上栄一郎も特攻機が初めて出撃したフィリピンでの戦いで戦死している。戦争はダメだ、本当にダメだ、悲劇しか生まないぞ。最後に特攻隊員の方が残した遺書を紹介して、特攻隊員の一日を終えるぞ。23歳の注意の遺書だ。母上様、私の戦死を知っても決して泣いてはなりません。靖国で待っています。そして、もう一通。23歳の大尉が特攻の当日に書いた大学時代に将来を約束した婚約者に宛てた手紙も紹介する。婚約をしてあった男性として、知ってゆく男子として、女性であるあなたに少し言っていきたい。あなたの幸せを願う以外何もない。あなたは過去に生きるのではない。勇気を持って過去を忘れるのです。私は現在にはいない。あなたは現実を生きろ。会いたい。無性に話したい。私は笑っていきます。アップ主は歴史が趣味というだけなので、異論、反論や間違っている点も多々あるはずだ。それはコメント欄で教えてもらえると嬉しいな。頑張っても至らないところあるはずだからな。これからも勉強していくぞ。歴史を知ることは、今を知ることだ。と、信じているからな。まだまだ未熟ですけど、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。